シュガーちゃんです。よろしくお願いいたします。シュガーちゃん、はい、新曲がじゃじゃじゃーん、本日7月2日発売になりました。よろしくお願いいたします。ちょっと詳しい、じゃじゃ詳しいこと聞かせて。詳しいこと、はい、ですね、うん、これから歌わせていただく歌なんですけれども、うんうん、これはカップリングの方になるんですが、はいはいはい、この番組にも出たことのある三井さくらちゃんが作詞をしてくれまして、はい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 、お友達の新井まさみちゃんが作曲をしました、うん、日はまた昇るというね、うんうん、なんかこう私去年ねちょっと、うん、まあまあみんなには言ってないんですけど、すごい落ち込むとこがあって、うん、ことがあって、こんな私でも、うん、ことがあってそうことがあって、うんうんうん、こんな私でもその時に頑張ってシュガーちゃんって言ってさくらが歌詞を書いてくれたの。でそれにお友達の新井まさみちゃんが曲をつけてくれて、でまあいい曲なんですよこれが。友達がいっぱいおんねやな。そう私は友達だと思ってるけど、向こうどう思ってるか分かんないですけどね、はい、めんどくさいんだろうね。そうですね、そんなことはないんですけども、はい、じゃあ何曲入ってる、あれ、これがですね、CD なの？3曲入ってます。そうかそうか、そう、1粒で3つおいしいってやつ、1回で3つおいしい、はい、2度っていう。あ、そっか、まあまあまあどうでもいいねんけど。で新曲のタイトルは何なの？これがですね、うん、嫁と姑のバトルでございます。おもろいテーマやな。面白いでしょ。これがですね、川谷京子さんとデュエットになっておりまして、はいはい、悪女嫁に行って、うん、嫁と姑のバトルをするという面白いことになっております。それでですね、うん、映像の方も、うん、ジョイサウンドでは私と川谷京子さんと映像、本人映像で出ますんで、ぜひそれも嫁と姑、そうそう、嫁と姑くっさ演技してるんですけど、 すいません、見てください。おもろそうやわ、楽しみやわ。、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、それでは今日の歌紹介ください。はい、日はまた昇るです。お聴きください。どうぞ。昔夢で描いてた姿、心の片隅で光る、お気に入りの靴で旅に出たのに、いつしか置き去りのまま、何かが違う、それさえ気づかずに。